明けましておめでとうございます秋とゆかです皆なさんの正月何をされましたかどう過ごされましたか私はおせちを食べ過ぎてちょっと太りました <laughs> 2024年もどうぞよろしくお願いいたしますみなさんこんにちは今日は ちょっとリクエストがあって、ブランドについて語ってくれっていう話です。私の経営塾では、まあ、ブランド語るだけで半日かかりますから。このたった七分の尺では、全部は語りませんが、重要なポイントだけ、触りをお話したいと思います。皆さん、よくブランド、ブランドとおっしゃいます。うちのおふも、まあ、昭和三年の生まれだったんですけど。私が子供の頃は洋服買ってきます。指輪買ってきます。みんなに、はい、これはブランドもんよ、ブランドもんよ、舶来品よ、よく言ってました。 このブランドっていうのは信頼できる商品の代名詞として使う方がよくいらっしゃるわけですねそれに反してノーブランドという言い方もあります無印というのはノーブランドと言いながら無印そのものがブランドじゃないかと私は思うわけですあれも素晴らしい無印というあえてノーブランドという言い方で独自のブランドアイデンティティを作るとまあ賢いやり方だなと私は思いますね まあちょっと話はそれたんですがなぜブランドががか、まあ、いくつも理由があります例えば M&A で会社を売ったり買ったりする時はブランド資産っていうのはきちっと企業価値として計算してそれを売買するバランスシートに計上するこれぐらい非常に大事な無形の財産なんです有形じゃないです無形の財産なんですまず重要なことの一つはですね例えば消費者っていうのは車を買うレクサスを買おう その時にレクサスを買おうと思ってレクサスだけを見て買う人ももちろんいらっしゃいますほとんどの方はレクサスを買おうじゃあ BM を見てみようメルセデス・ベンツも見てみようやっぱりいくつか比較してレクサスを買うそれはどういう行動かと言いますとやっぱり自分がレクサスを買いたいとブランド想起するわけですが一番賢い買い方なんだっていう自己納得のために他の商品も比較するわけです。 このブランド早期第一に来たものの購買の決定率が一番高いといととうことなんですしたがって朝ごはんそれはもう朝マックハンバーガーマックエビフィレオマックフライドポテトマックこのようにブランド早期第一になるっていうことはですねこの購買率が上がってくるわけですからこのブランド資産がしっかりと積み上がっていけばいくほどその上で事業をやっていく 事業効率が非常に高くくなっていくわけですプロモーションやっても効率が上がります知名度もないブランド早期第一にもいかないその時はプロモーションやってもいろんなキャンペーンやってもこの投資効果っていうのはそんなに上がっていかないですねでも誰でも知ってるマクドナルド誰でも知ってるサントリーその上で商品が出ていくともうそこには認知度もありますし安心安全という認知度もありますから。 非常に事業効率が上が上るという意味でブランド資産ブランド早期第1位これ非常に大事な企業の資産ということになりますではこういったブランド資産というのはどういう仕組みで消費者のブランド資産というものが培われてくるものかということなんです私の表現でいきますブランドとは全てのステークホルダーが認知する企業の DNA と思いますこれは私の表現ですステーークホルダーというのはお客様 社員、株主、ビジネスパートナー、社会こういうステークホルダーが A という会社をどのように認知するかこの企業の DNA ですじゃあどうやってその企業 DNA 認知が培われてくるかということなんですがすべてのステークホルダーとのタッチポイントですすべての接点です例えばコマーシャルもそうですもちろん社員のユニフォームもそうですお店のインテリアもそうです お店の BGM もそうです店員の挨拶の仕方もそうですお店の外装デザインもそうですお店のリッチもそうですお店にいらっしゃるお客さんの顔客層これでもブランドが決まりますまたは名刺、便箋、封筒も挨拶の仕方すべてがブランドにつながっていくんですブランド資産を非常に大切にする会社はですね、アメリカはアメリカなりのキャンペーン 日本は日本なりのパッケージデザイン店舗デザイン放送デザインコマーシャルバラバラにはやりません世界統一です世界で有名なブランドは全て国籍を持ってます全て一貫性をマネジメントしてます各国でバラバララことはやりませんよく日本企業はですね名刺フードは人事総務が作る広告宣伝はマーケティング店舗開発が店舗デザインする 一貫性ががまるるででないないとこういう会社があるわけですよで私はアップルの好きもそうでしたマックもそうです今笑顔でもそうですブランド監修というこのプロセス管理承認これを非常に大切にして専門のスタッフもつけております代理店にもブランドの一貫性というものをしっかりと管理してもらうようにやってるわけです。 したがって代理店のクリエイターの方もですね商品ごとに別々のクリエイターがやりますとプラダのデザイナーにエルメスを作れエルメスのデザイナーにユヌクロを作れみたいなことになるわけですからブランド監修っていうのは一つの DNA で一貫性を管理するというのは非常に大事な視点ですこの価値というのは有形形のの価価値値と無形の価値があります例えばアップルでいくとコンピュータ計算するスライドを作る デザインをする音楽をコンポーズするこれは有形の価値です。無形の価値は何か？人々をエンパワーする、すなわち勇気づける、もっとクリエイティブな気持ちにさせる。これがアップルの無形の価値なんです。ルイヴィトン、高いけど持つことの持つことによって精神的な気持ちの豊かさ、こういったものを無形の価値です。アマゾンもうアマゾンの無形の価値というのはもう スーパーコンビニアンスですよもう二つしかないんです検索がやりやすい配送が早いもうこれが無形の価値ですこのブランドというのはブランド早期消費者というのはその無形の価値これをどのように認知するかということがブランドに直結していきますからぜひ経営者の皆さんは商品の有形な価値よりも無形の価値をどう作っていくかそれをどう進化させるかこれ非常に大事な 経営のの戦略の一つだと思います分かりやすい事例で言いますとマクドナルドのスーパーコンビニエンスこれ人とってもですね最初はスピードオサービスから生まれましたそれから朝マックができましたそれからテイクアウトだけじゃなくてダイニングテーブルができましたそのうちパジャマでも買い物に行けるドライブスルーという利便性が出てきましたさらに便利な場所にたくさんお店があるこういう利便性に発展してきました。 それから二十四時間、これも利便性です。最近はデリバリー、さらにお店に行く前に、プリオーダーをして、もっと便利な買い物ができる。こう,いってこうやって、利便性一つとっても、どん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 進化していってるわけですね。このように、無形の価値っていうものを、どのように進化させるか。コロコロ変えるんじゃないっていうことです。その会社の独自らしさがあります。そのらしさを進化させる。 これもブランド資産の構築のために、非常に大事な視点になります。これ以上は、もう時間の都合で、この辺で今日は終わってきます。はい。質問ありますか。ブランドを構築するには、時間とお金がかかるのではないですか。あおっしゃる通り、だ大,大事なこと。だから、おっしゃる通り、ブランド資産を作るっていうのは、めっちゃお金と時間かかるんですよ。で、時間かかりますから。 そこにに投資してもすすぐ事業の売上にはつなながらないんですよやっぱり値段を安くするディスカウントプロモやるなんかキャンペーンやるこれがめちゃ短期的に売り上げにつながるんですしたがってそこに経営資源マーケティング投資を集中すればするほどですね毎年マーケティング投資を10億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 10年間使ったら累積100億でしょ短期的なセールスプロモだけに10億使っていったら10年後も10億の資産しかできないんですよ。 累計100億使ったら100億なりの資産ができなきゃダメということはこの毎年の10億の投資をですねどれぐらいの配分でブランド資産投資に使うか短期的なキャンペーンに使うかこのバランスこの配分をバランス取りながら変えていくこれは非常に大事です。したがって大企業だけじゃないです。ちっちゃくてもちっちゃければちっちゃいほど非常に研ぎ澄まされたブランドの作り方ってやっぱあるんです。 例えばですよ地方の名産小さな農家売り上げはちっちゃいけどめっちゃ希少価値あるじゃないですか特に日本は酒蔵お酒匠の技ね食べ物もさくらんぼは山形桃は岡山みかんは紀州座ンは九州 <laughs> もう全国に名産があるわけですよ。ここれもブランドななんでですすよしたがって大企業だけじゃないっていうことう ちっちゃくてもちっちゃいほどめっちゃニッチなところに焦点を当てたビジネスの場合は大企業にはないい輝ききうのがででるんですためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします。